どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日は特別企画です。2020年の夏、ウクレレデビューする人をめちゃくちゃ増やしたい、そんな今日猛烈なアイデア企画がございますので、これから大公開したいと思います。このウクレレ皆さん、ガズレレ YouTube チャンネルご覧いただいてどんどんできるようになっていると思うんですけど、今日の動画はですね、こういうテーマです。ウクレレやったことがない人にウクレレをおすすめしたいと思うんだけれども、どうもこううまくこのね、面白さをね、最初伝えられない。で、多分ですけど皆さん、僕よくガズレレ YouTube でこの楽しさを皆さん周りの方にシェアしてくださいっていつも言ってるじゃないですか。いざ言ってみると、いやいや私もう無理だからもういいって、そういう感じじゃないですか。はい、そのような方に教えて、もっとやりたいって思ってもらうものすごい秘密の方法があるんです。実はこの方法を2018年、今2年前に皆さんに1回シェアしてるんですけど、さらに2020年版として、この魔法の方法、ウクレレ、どんな人でもウクレレに興味を持っちゃう凄まじい方法があるんですよ。それを大公開したいと思います。よろしくお願いします。さあ、それではもう早速入っていきましょう、内容の方にね。はい、まずですね、こうウクレレなんですけど、皆さんね、最初ってさ、ウクレレ始めようと思ってやった時に C はまあいいとして、 F とか G7 ってどうでした？F ってさ、本当に初心者な、生まれて初めて楽器触った人って F とか G7 でさえ難しいじゃないですか。でもこのガズレレではいつも言ってるように、 C と F と G7、 まあ、もう一個 Am があったら、まあ本当に世の中の曲本当にすぐできますからって言ってるんですけど、まずそのフィルターをクリアした人はどんどん面白くなれるんですけど、まずね、初心者の人でほらやろうって決意がない人はもうまず F とか G7 とか、まあ挫折しますよね。そんな方にですね、まずはね、ウクレレを弾いてこの歌うっていうことがこんなに楽しいんだという、それを体感してもらうわけです。それではもうどんどんいきますからね、今日は。まずじゃあ皆さん、じゃあ私がね、ウクレレ触ったことない人だったと思ってください。じゃあちょっとね、ガズさんウクレレやってみなよ、楽しいからつって、いやいやもう無理です、無理、きっと私ね、もう不器用だから無理だと思うよ、いいからまあ守ってみて、じゃあ持つだけだよってなるんですよ。じゃあこっからがレッスンです。まずね、ここ押さえてっていうわけ、ここ押さえてっていうの、はい、一番下のこの弦の3番目のところを押さえてっつって、この銀の棒の上じゃなくて、ここの間だよ、ここを押さえてみてって言ってください。そうするとその人はもうおっかなびっくり、こうやって押さえるわけですよね。どの指で押さえるのとか、言って何でもいいです、どの指でもいいと言ってください。そしたらこれ人差し指でもいいですよ。はい、こういう風に押さえて、まあ何でもいいから押さえてもらう、これが感じです。そしたら右手でもう何の指でもいいけど、まあ親指でいいや、じゃあ親指でここからここまで全部こう弾いてみてと言ってください。そうするとできますよね。このぐらいはですね、もう小学生でもできますからね、これ。幼稚園児でもできると思うね、これだったら。もっと音がもっとこんなになっちゃうかもしれないけど、はい、このここどこの指でもいいですよ。でこれをですね、皆さんキーポイント、これは C って言うんだよって言ってはダメです。なんでダメかと言いますと、 C とかもうアルファベットとか無理ってなっちゃうんですよ、初めての人は。だから下のね、一番下の3番目ってそれだけ言ってくれればいいですからね。それでこう C って言いますよね。ほんとこれ C だけど C とか言わない方がいい。じゃあこれ3番目ね。それできたら、じゃあ次はこのまま1個ずらして、ここ2番目に移ってくださいっていうわけ。最初ここだったのを2番目にしてっていうわけ。はい、OK。そしてまた同じように弾くと。はい。これできるよ、できるよ。これなると思うんですよね。はい。その次。じゃあ、この2番目に置いた指を今度1番目にずらしてっていうわけ。そう、こうなりますね。そうすると、おー、いいですね。じゃあ、ここまではね、なんとかできるんですよ。これはね、まあ私、何人もったら100人では聞かないぐらい僕、実験してます。ウクレレ触ったこともない人に、これをやっていただいてるんですよ。本当に。実験済みですから、ここは大丈夫。で、次はちょっと難しいんですけど、次でね、最初からちょっとおさらいよ。一番下の弦の3番目、2番目、1番目と来た。じゃあ次は、どこになるかですね。2番目の弦、下から2番目の弦の1番目なんですよ。ここなんですよ。ここ押さえてって言ってください。これはね、でもちょっと大変かと思うけど、まあできます、結構。こうなります。順番でいくと、まず一番下の弦の3番目から、ちょっと今日は近づくか。はい。いきます。おさらいね。まず一番下の弦の3番目押さえて、はい。3番目押さえた。はい、OK。はい。そしたら、2番目押さえた。はい。右手もこう、親指でも、まあ何の指でもいいですよ。全部の弦を弾いてねって言ってくださいね。はい。で、この時よくあるのが、1弦まで届かない人がいるんで、こういう風になっちゃう人がいるんで、
こういう風に一弦まで弾いてねという感じで、まあまああんまりね、細かく言うとね、嫌になっちゃうから、それ教えてもらう人は。はい。とにかく、いいよ、上手上手。もう褒めて褒めてって感じで。で、次、一番下の弦の一番目、ここにずれた。はい。はい、いいね。そしたらその次、ちょっと難しいけど、一段上。つまり二弦のここだよね、ここ。ここですよ。はい。これをまずね、覚えてもらう。このぐらいはね、できるんです。皆さんできます。はい。そこまで、覚えてもらったら、じゃあ、もう次のステップに行くんですけど、今度は、一個押さえるところに、四つずつ弾いていくっていうふうに言います。ワンポジションにつき四つ弾く右手をね。そうするとこうなるね。せーの。1、2、3、4。はい、2にずれた。1、2、3。はい、今度、1にずれたでしょ。ずれて、次はちょっと難しいけど、2弦の1フレット1段上のここ。はい。はい。もう1回ぐらい練習してもらいます。はい。1、2、3番目から、2番目に来て、はい、1番目に来て、その次は1段上の2弦の1番目。はい。これです。ここまでできたら、もう、できた。これで OK なんです。この弾き方をマスターしたらですね、この弾き方っていうか、この流れをね、マスターしたらですね、魔法がかかるんですよ。じゃあ、じゃあ、さっきのストーリーに戻りますよ。じゃあ、そう4つずつ言ってて、私一緒に、私も歌うから、ガズさんも一緒に、曲分かったら歌ってねっていうふうに言ってください。まあ、じゃあ、もう一回じゃあ、ゆっくり弾きますよ。じゃあ、下から3番目からね。じゃあ、せーの。1、2、3。はい、2番目にずれる。1、2、いいですね。はい、いいですよ。はい、1番目にずれる。1番目にずれた。次は、1段上の、2弦の1個目。はい、ここから。はい、いきます。泣かしたこともある。冷たくしてもなお、寄り添う気持ちがあればいいのさ。はい。どうですか、皆さん。この指一本で、指一本でこのパターンで、愛しのエリー、ひとまずここまでですけど、弾いて、自分自身で弾いて、歌うことができたという、この達成感というか、もうね、これもう本当にね、できたーってなりますから。はい。そしてこれだけじゃないんです。まだまだあるんです。このパターンの曲を今からちょっといくつかご紹介します。いきますよ。じゃあもう一回コードの回しからいきますよ。せーの。3、3、3、3、2、2、2、2、1、1、1、1、1、2弦の1段上の1。はい、いきます。冷たい泉に素足を浸して見上げるスカイスクレーパー、ダイヤな感じ。プリンセスプリンセスのダイヤモンドいけちゃいます。それではこのパターンで次の曲どんどん行こうと思います。はい、次はですね、もういきなり歌から入っていきますけどね。じゃあ行きましょう。 1、2、3、4。 お願いよ、正直な気持ちだけ聞かせて。これもいいんじゃないですか。これできるんですよ。はい。どんどんいきます。次はですね、ちょっとロックっぽい曲をちょっと2連チャンでいこうと思います。いきますよ。ちょっと早めかな。1、2、3。Gloria, I need you now. お前の熱いハートで。ここまでかな。はい。こんな感じ。もうちょっとじゃあロックっぽいやつ続きます。いきますよ。1、2、3、4。Oh, baby, blue. ここまでですけど、こういう感じでですね、このコード進行でできる歌をどんどんこう続けていくとですね、もうその人やってるうちに、あ、できたできた、あ、俺にもできた、私にもできるんだって、そういう成功体験になるんですよ。これがポイント。そしたらどうするか。そしたらですね、
チャンスです。今の一番最初の C と言うんだよっていうふうに言ってもらいたいんですけど、ここでね、困っちゃうのはね、ちょっとこれ出しますけど、これまず、いや C はいいですけど、ここ2番目ってコードネームは C メジャー7っていうね、コード C ネームでしょ。これ難しそうじゃん。これ記号がね、難しいというイメージを与えちゃうんです。その次 C7 でしょ。次、ここはね、2弦の1フレットはね、F のね、アドナイスっていうコードなんですよ。だからコードネームだけ見たらさ、こんな難しそうなコード、これちょっとガズレレできる人もこれうわーってなっちゃうでしょ。コードネームはね、まあ、この時点では僕は言わない方がいいですけど、でここまでこれやってみて、そのままと結構興味津々になると思うんですよね。その時に言ってください。あのガズレレ YouTube っていうところの、あの初心者リストはここっていう、僕はいつもここにやってるところ、あそこを紹介してもらうとですね、そこからだったらまずね、このスタートする時の、あの、意気込みが違うんですよね。自分でやりたいと思ってからそこに行くとですね、もうそこからはね、結構、C から F、G7、ちょっと難関を乗り越えて Am まで行っちゃったら、そしたらもう皆さん、このガズレレでやった音楽を楽しんでる皆さんのように、そこからもね、どんどんね、楽しくできるんですよ。まず最初の一歩、自分にはできっこないという方に、できたというふうに思ってもらう、それがこの魔法の方法でございます。これはですね、ぜひ皆さん、お願いします。周りの方にこれ、お試しください。そしてね、どうだったかちょっとコメント欄に書いていただきたいっていうのと、これね、今分かった皆さん聞いていて一個の共通点があるんですよ。夏メロしかないんです。なんかこう残念なこと、ちょっと夏メロじゃないですか。だから今の最新 J-POP とか、要は子供のね、キッズが歌えるような曲で、この、こう、あ、これだったらできるかなっていうのを皆さん探していただいて、この曲もできるよっていう感じだったら、ぜひコメント欄にその曲名も教えてください。で、まあもうちょっと、今度はね、洋楽でもできるよということをシェアしたいんですけど、これね、音楽っていろいろ、やっぱね、好みがあるから、洋楽にすごく興味を示してくれる方もいるんで、じゃあご紹介しましょう。で、これ英語なんで、ちょっとニャニャニャって言いますけど、きっとこれ、わかる方には分かるということでございます。まずはですね、ビートルズの Something、 この曲ができます。じゃあもう一回同じ1弦のね、はい、3番目押さえていきますよ。 1,2,3,4 Something in the これだけでもなんかこうキュッときちゃう。このワンフレーズでも結構心にクッとやられちゃう方いっぱい出てくると思います。そういうわけで、この今のね、この 3,2,1,1 段上の1っていう流れで、こんな風に音楽って、あれこんなに手軽にできるんだな、あれそうだったら私にも僕にもできるんじゃないかなというふうに思ってもらうのが、このプログラムのもう一番重要なことでございます。そして教えて、なんかやってみたいっていう気持ちになった時に、ガズレレの初心者さんができるプログラムに突入していく。ここにリンク貼りますけど、そっから C とか F とかそういうコードネームに入っていって、そっからまた皆さんと同じように踊るポンポコリンとかこうやり出していくのがいいんじゃないかなと思います。いつも皆さんにお伝えしているように、このガズレレ必須コードというね、ガズが皆さんにぜひ覚えてもらいたいという最初に覚える10個のコードさ、覚えちゃったらもう何千曲も、ね、弾けるっていうことはもう分かってるわけで、そこまで行くにはね、結構なこの実体験、あ、できた、やりたいっていうふうに、思ってもらうっていうのは、ね、相当な早道になるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひこれ本当何回も言いますけど、周りの方、同僚、ご家族、お隣さんとか、ちょっとね、こうお茶飲んでる時に、ちょっとそういえばさ、これちょっと、はい、はい、ちょっとここ押さえてみてみたいな感じでおすすめしていただくとですね、本当にこれね、楽しいと思うんですよ。あともう一個、これ皆さんにお伝えしておきたいです。自分がその楽しさを伝えた方が本当に面白いと思ってくれて、もう夢中でやる姿を見る時のあの幸せっていうのは、もう私も何百人何千人と見てるんですけど、ああよかった、なんかこの楽しさをね、もう知ってもらってね、本当嬉しいっていう気分になるんです。で、自分が音楽楽しむというのはもちろんね、大切ですけど、その楽しさをやっぱりね、誰かにこう知ってもらうっていうのはまたね、すごく違った喜びもあるんですよね。例えばよく言う話ですけど、すごい美味しいケーキがあったとか、すごい美味しいラーメン屋さんがあったっていう時に、あのラーメン屋さん美味しいよ、あそこのケーキ美味しいよって言って、その人がね、またそこ食べて、あ、教えていただいたあのケーキすごい美味しかったから、またうちも買いに行ってるんだよとか言うと、めっちゃ嬉しいじゃないですか。あれをですね、まあこう広げていくというこのね、楽しさなんですね。そしてまた次会ったらさ、このケーキとかラーメンとかと違って一緒にできるんだもん。今度あれやろうよ、これやろうよとか言って、そうやってまたどんどん音楽を奏でる仲間が増える。これも素晴らしい体験だと思いますね。まあ今日からもう今夏休みとかで結構ね、お時間あったり、夏といえばやっぱウクレレ似合いますから、お隣さん、ご近所さん、まあ同級生とか、ぜひこの
奏法、秘密の裏技をお伝えして、どんどんね、楽しい人増やしていこういければいいんじゃないかなというふうに思うんで、皆さん絶対試してくださいね。コメント欄にその結果報告と、あとこの曲もできそうだっていうのを待ってますんで、よろしくお願いします。この夏ウクレレデビューする方増やしましょう。皆さんと一緒にね、このそういう活動ができたらまたいいかなと思いますんで、ぜひお試しください。で、ただいまいない、このガズクラブという活動があります。このガズクラブっていうのは、ガズがいつもYouTube で取り上げてる曲のノートの楽譜を毎月5曲皆さんのお気に入りの曲をダウンロードできるというものの他に、ガズクラブ限定のオンラインライブ配信イベントやってるんですよ。実は昨日行われたんですけど、まあもう面白かったです。もうね、オンラインライブ配信ね、本当にたまに全公開のやつもありますけど、ぜひガズクラブ入ってください。今もうメンバーも500人を超えてきましてですね、中で相当盛り上がってます。そして皆さんの演奏動画をアップロードできる場所もいくつもあって、そのテーマごとに分かれてたりとか、あとお題を出して、そこでみんなでこう討論というか話し合いとか、いろいろこんなことしたらいいんじゃないかとか、あとガズレレがこれから今行おうとしているすごく壮大なことをそこの中でね、いろいろ大公開していますんで、そのクラブ活動もぜひ皆さんもメンバーになってくださいね。よろしくお願いします。続いてお知らせとしては、このガズのわがままウクレレ、ちょっと前に募集した分はありがとうございます、完売に なってしまいました。ちょっと検討しているうちになくなっちゃったって方いらっしゃると思うんですけど、毎月1回程度なるべくこの出せると思うんですけど、今ベトナムとまたやり取りして、どんどんそうやって、皆さんにもこう手に取っていただけるように邁進しておりますので、よろしくお願いします。今ご購入していただいてお待ちになってくださっている皆様、お待たせしておりますが、進めておりますので、ご安心くださいませ。よろしくお願いします。あとはもうどんどんお知らせをしますけど、このこれガズレシピ、これガズレレのアプリです。楽譜が見れるアプリ、スクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能がついてて、今100曲ぐらいのね、多分曲、あ、じゃね、80曲ぐらい、どんどんこれも増えていきますんでね、これ無料版もありますんで、皆さんのスマホやタブレットにぜひとも入れておいてください。あとはですね、いろいろあるんですけど、あ、これがあるな、これ。このガズの出している本、この書籍、これがもう大ヒット中でございます。皆さんもうお手に取ってくれたでしょうか。シンプル簡単バージョンですけど、100曲100曲と。あと、初心者様にはこれがおすすめ、緑の本。これがですね、もうこの3冊で、トータル9万部に迫る勢いのこの、発行部数になってまして、もう本当に皆さんご活用くださって、どうもありがとうございます。どんどんこういうのをね、使って楽しく音楽していきましょう。あとはこのいつも使ってるウクレレについて、ストラップ。これ、マイハニーがハンドメイドで作っていたりとか、キャップ、T シャツ、あとはこれがリュックサック。これもですね、もうこのリュックサックがですね、まあまあ私がデザインしてるんですけど、これウクレレが入るリュックサックなんですよ。ここにガズレレのプリントが、ブラックにブラックプリントであるんですけど、ここにハンドルがついて横持ちでも持ってます。そしてこれ中開けると、このちっちゃいポーチ、脱着型のポーチでチューナーを入れたり、カップを入れたりとか、あとティッシュ入れたりとか、あとこっちを譜面台が入るカバーがついてます。これ脱着可能なんで、必要なければ外して何かに使っていただいてもいいし、これをウクレレはね、コンサートまで入るんですよ。でももちろん楽器用なんで、これ生地もすごく分厚くてしっかりしてますんでね、ぜひこれもご活用ください。そんなことはね、ガズレレドットコムだな、やっぱここ見てもらうともういろんなこと書いてありますね。はい、そしてね、ガズレレではもう本当にいろんな最新情報がもうボコボコ立ち上がってますんで、このガズレレホームページでなんか逐一チェックしてくださると、とってもありがたいんで、よろしくお願いします。はい、そういうわけで、このちっちゃいウクレレで楽しい音楽人生、音楽のある日常っていうのが、これがまあ最高の豊かな時間でございます。本当に楽しんでいきましょう。いつもガズレレ YouTube チャンネルご覧になってくださってありがとうございます。はい、また会いましょう。さようなら、バイバイ。